そちらです。せいやです。引き続き竜宮城に向かっておりまして、はい、車中で視聴者質問コーナー、はい、答えていきます。はい、チューブネーム暇さえあればカウンター、うん、せいやさん漫画の話をよくされますが、はい、粗品さんはザブザ編ななどの途中までしか読んでないイメージなのですが、粗品さんは前回読んだ漫画はありますか、それか今読んでる漫画などありますか。さあ、はいはいはい、もう一つ、チューブネーム小村宙返り、せいやさんのナルト&ワンピーストーク大好きです、うん、この2作品の他にチェックしてる漫画はありますか。ああ、なるほど。なんとなく漫画の話をね。はい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 、あるんですかナルト、ワンピース以外。いやいや、それはいっぱいありますよ。名前だけバーって言っといてよ。そうね、まあ、おーいいですね。まあ、いいですね。海も見えてるか、後でか。いやテンション上がる。いや、上がらんわ、テンション別に。もうアウトドア派ですから、インドア派ですから。あ、まあ、メジャーとかめっちゃ好きやで。ダンストンやろ。ダンストン、あの出てくるんですよ。何を隠そう、霜降り明星のコンビ名決めるときに僕、元ダンストンっていうのを推薦してて、粗品に、当時の19の粗品にこれなんなんて言われたときに、あ、これメジャーに出てくるやつやねんって言ってたもんな。元ダンストンね。そうそうそう、ダンストンもメジャーやし、もうメジャーなんかね、アニメでも全部見ました。めっちゃおもろいよ、メジャー。おもろいな。あ、見た。アニメちょっと見た。めっちゃ長いねんな、でも。あー、どこまで見た。なんかデッドボールで死ぬやつ最初やないか。お前それあったよ。見たって言うな。いや、デッドボールでなんか、ね、お前ナルトもな、メジャーもな、ザブザとデッドボール編。はい、そう、デッドボール編一回やで。見た見た。いや、そっから始まんねん全部。見たよ。いや、お前入り口やねん全部。まあ、メジャーってやっぱりね、うん、その成長していく五郎が、はいはい、こう成長過程もおもろいんですけど、うん、この自分も当時青春真っ只中で、うん、中学ぐらいから、五郎がこう上がり出すけど、ちょうど一緒やってんな。稲垣五郎が。稲垣五郎さんはスマップでしょ、うん、歌ってなかった。メジャーにならなくてもいい、トリプル A でもいいじゃん。違うね、そのマイナーリーグの話しちゃうね。ノリツッコミ、あるだし、ノリツッコミ、歌ノリツッコミ。シングル A、ダブル A、トリプル A ってありますけどね。あ、すいません、のゴロじゃない。うん、違うね。主人公のゴロ。そうそう、主人公の、シゲのゴロですね。あ、もともと本田ゴロですけど、はいはい、もうそのゴロが成長していく過程を自分もこう年を追いながら、はいはいはい、なんかドンピシャやってん。だから、大学の時にちょうど五郎が大学ぐらいの年で、じゃあ同い年ぐらい、そうそうに、こう成長していったんですよね、アニメは特に、はい、はいはいはい。だからもうよう見てたよ。気持ちいいねんな、うん、ようあるその強い主人公が俺好きやから。ああ、もうだからルフィ、ワンピースなるとメジャーに通ずるのやっぱね、主人公が圧倒的に強い。少年誌や。そうそう、少年誌。はいはいはい。160キロ投げますからね。あ、そうやっけ。162ぐらいかな、マックスは。ジャイロボールつって、はい、浮くんですよ、ゴロの球。ゴロ、あの手元で普通下がるんですけど、うん、浮くんです、ホップするんです。へえ。藤川球児のストレートみたいな。あ、藤川。そう、このジャイロっていう、ジャイロ回転っていうのを使って、はいはい、日本人がメジャーで大活躍するっていう話なんですけど。メジャー好きなんや。で、普通プロから始まるんですけど、甲子園とか、うん、大体野球漫画って、うん、リトルリーグからやってる漫画が珍しい。はあ、そうなんや。そう、子供の時リトルリーグからやって、普通甲子園すぐ行くやん、うん、リトルリーグやって、ほんで中学やって、ほんで高校行くねんけど、野球部ない高校に入ったりとか、ちょっと面白いのよ。どうすんのそれ、野球部ない高校入って。読んでよ。自分で一から作んのよ。マウンド作ったりする。マウンド作る回とかもあるから。おもろ。おもろい。そう、グラウンドがない高校やから、グラウンド作ったりするんだよ。部員一人ずつ集めて。ライバルとかやっぱいるんですか、何人か。います、います、います。いっぱい出てきますね。例えば誰がいるんですか。まあ、一番はやっぱ佐藤俊也。あの、バッターですね。はい。強打者。はいはいはい。で、この、佐藤俊也と五郎は子供の時の幼馴染なんですけど、うん、あの昔にキャッチボールして、
それがいいのよ、また子供の時にキャッチボールした2人が日本のエースとキャッチャーになるっていう、そのシーンがもう鳥肌も、うん、これはもう完結してるんですか、メジャーは。完結してます。ほんで今メジャー2っていうのが出てて、ボルトみたいに五郎の子供たちが野球してます。へー、その子供 の、 そのジェスチャー、その妊婦リアルやな、子供のって子供の話リアルやな。そう、俺はメジャー大好きよ。な、うん、君は。僕そうですね、でも見ますよ漫画。何見んの？それこそ日暮らしの泣く頃にとか。ああ、あれ漫画と読んでいいんですか？あれは漫画出版されてます。ライトノベルじゃなくて漫画なの？もともとゲームなんですけど、ゲームというかホラーサウンド小説みたいな。ほう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 。まあ、漫画が出てて僕は漫画が一番好きなんですよ。おー、なるほど。もうめちゃくちゃ関数出てるけど全部読んだし、うん、意外に言ってなかったけどエルフェンリートとか僕読んでますよ。エルフェンリート、うん、俺知らんわ。面白いんですよエルフェンリートとか、瀬戸の花嫁とか。だから僕も結構、瀬戸の花嫁って、はい、だんだん畑に、うん、嫁に行くの、ちょっと歌詞出てどこ歌ってんねん。瀬戸の花芽はでやろ、夕焼け声でやろ。いや、そだんだんどこ歌とんねん、畑にか。じゃあどこ歌とんねん。こなんちゃらルミコンの人、柳、なんちゃら柳ルミコンの人、小柳ルミコンですね。知らんけど、それもがっかりすんねん。検索したらそれが引っかかるから。瀬戸の花いらんねん、あれ日暮れて。だから結構その萌え系というか、僕はそっちの漫画とかを。いちご 100% とか。いちご 100% は萌え系でしょ。あんな、やれ萌え、まあまあ、まあ、元祖ちゃうの、あんな。まあまあず、そうですけど、またちゃうな。だいぶ昔でしょ。いや、まあいちご 100% も読んでましたね。東条と司どっち好きやった？うわ、俺北王子。お前3択出しやんな、お前。北王子かお前。北王子派やったわ俺。いやいや、俺東条やな。もう、いい登場。おっぱい大きい登場。あ、そうやっけ。司も可愛いけどね。司やな。いや、いちご 100% もいい人だから、意外に僕見てますよ。ザブザ編までしか見てないけど、ナルトは。確かに。でもメジャー編もまたちょっとやります。あ、ほんまやな。あとちょっと別でカイジも撮ろう。あ、カイジ撮ろう。カイジも好きや。カイジ漫画で。カイジは二人とも好きやし。カイジ、あの、だから福本雅史、福本信行信行先生か。福岡太ってないですよね。どうしたもう気抜けすぎてるオフやから。まあだから漫画また、うん、語りましょうよ。カイジは好きですよ、はい、ゼロとかも見てますしね。ゼロ読んだ？ゼロってどのやつ？絶郎？絶郎？誰それ？出川絶郎さん？違うよ、絶倫の出川さん。やばいよやばいよ。ちゃうねん。ちゃうねん。誰がやばいよ、やめてやめて。ちゃうねん。何言えん。あ、絶望。すいません、ガロのね、ゼロってもう一個ある。あ、そうなんや。確かに福本作品のカイジ以外もね、うん、ちょっとやろう。赤木も好きし、銀と金もおもろいし。あーな、麻雀系な、おもろいわ。おもろいな。それまた喋りましょう。ガイも見た？ガイ？いや、見てない。ガイもおもろいっすよね。ガイって何やっけ？ブライデン、ガイ。あー、うん、おもろい。ガイ見てないけど、ガイめっちゃおもろい。まただから福本作品はその回で一本で撮りましょう。やりましょう。はい、班長のスピード。もうええわお前。皆さん高評価、そしてチャンネル登録お願いします。